落合さん、WBC 盛り上がってますね。そうですね、お客さんがあれほど入るとは思ってなかったしね、お客さんが盛り上げてくれてるっていうことはあるんだろうと思います。大谷選手のバッティングすごいですね。なんと申しましょうか東京ドームであの上まで飛んでいくっていうのは、いや、名古屋ドームで練習であの最上階まで打ったということは、東京ドームはもっと行ってもおかしくはないっていうことですよ大谷選手だけじゃなくて、他にもね、こう近藤選手とかヌートバー選手、吉田選手とかもすごいいいバッティングしてるんですけど、いや、すべての空気を変えたのはヌートバーの中国戦の第一打席でしょう。ああ、初球でしょ、まあ、国際大会ということでどういうふうに転ぶかなっていうところを初球でセンター前を打って、あの持ち前の明るさだよね、あれでもうベンチを一つになったっていう、そんな感じの、まあ国民性でしょうけどもね。やっぱ大金決戦の流れですか。ああ、そうですね、まあ初球打ったことで2番3番4番をストレートのフォアボールで押し出しでっていうような先取点の取り方、あの1点は大きかったと思うけどね。かなり皆さん触れてますか。触れてる選手と触れてない選手がはっきりしてる。調整不足っていうか調整不足なんだろうけども、まあ、時期的にまだ3月の10日前後なんでね、まあ、それを全員が触れるような状態になるっていうのはちょっと酷かもわかんないね。メジャーの選手はすごい今打ててますけども、やっぱりそれが日本人の選手の、まあ、時期的なものもあるんですか。いや、ある程度みんな早めに調整してきたっていうことなんだろうと思う。近藤を何番に入れるかっていうことでね、いい流れにはなってるんだろうと思う。今の 1,2,3 番の流れってやっぱりすごい、ああいい流れですよ、うん、あの 1,2,3 はね、はい、4番抜いて5番ね、はい、この4人は上出来じゃないですか。次準々決勝なんですけども、まあイタリアつって言っても格下のチームではあることだけは事実なんだけども、 A グループで最終的にねオランダに勝ってきて、得失点っていうかなんかで勝ち上がってきたところなんで、ただ野球っていうのは一番スポーツの中で番狂わせの多いスポーツなんでね、ましてイタリアって野球歴史古いんだよ。あ、そうなんですか。俺が25の時に世界大会があったのはイタリアだからね。あ、オランダじゃなくてイタリアだったんですか。オランダはハーレム大会、それでイタリアで世界大会があったくらいだから、その頃から比べれば力はついてきたんだろうとは思うけども、一発勝負の怖さっていうのあるからね、大谷が先発するんだろうとは思うけども、舐めてかかったら痛い目に遭いますよ。打線は今の流れでいけそうですか。まあ1打席でコロッと変わることっていうのは多々あるんでね、まあ慎重には慎重を重ねて日々の練習をしっかり仕上げていくってことが大事なんだろうと思う。バッターの中で落合さんがすごい今回、おわこいついいなって、侍の中で見た選手誰だったんですか。近藤だね。ああ、まあ、役割分担ははっきりしてて、いい働きしてると思いますよ。いい2番。ね、長打も出ますもんね。まあ東京ドームなんでね。準々決勝に、ね、ちょっと期待してみたいですね。そうですね。まあ、勝つことを信じて、楽しみながら見ていたいですね。ありがとうございました。はい。